にしようかな。金ですよ、金。ありがとう。ほっ、待って、ホッピーいいね。この間に携帯が落ちました。これぐらいと、こっちにはハロー、エルワイツキーナコ。名前は何ですか？ション。ション。今日はね、お友達の子供と池袋のサンシャインっていうね、ところのガチャガチャのデパートって、めちゃくちゃいろんなガチャガチャがあるところにね、やってきました。で、ションもガチャガチャ好きなんでしょ？照れてます。じゃあ入りましょう。じゃあション案内して。ガチャガチャのデパート。なんかたくさんあるらしい。消毒。これ何これ？ニクリ。あ、そうですよ。指輪ってこと？うん。これもやりたい。これも可愛い。で、これ回すのにあれがあるんでしょ？なんか専用のが。これを、ここを触れないように、コロナ対策用に、ありがとう。これ、ここに、こういうのがあって、こうはめて回すってことね。すごいね。両替しようか。1個300円で高いね。みんなそんなの今、ここ800円のもある。え？ 500 円とかあるし。私の時代は100円だったけど、200円が高かった。うわ、何これ。なおちゃんに買ってた。そうね、確かに。エコバッグ、欲しい。これ、うん、いや、これやりたい。これもいいよ、ペッツ。本当だ、いや、こっちの方がいいわ。ペッツ。一発目はどれ？一個どれ？まず、いや、これい、え、向こうにもあるんだ。超山があるから。それ、よりによってそれ。まあいいよ。はい、どうぞ。一発目はなんか戦車で、卵で。面白い。あ、そうやってね、面白いね、本当に。先にエコバッグをして、あ、それに落としたものを、はい、それをどんどん入れていくっていう手も。それにしましょう。なんで転んだの今。どれっぽい？ここら辺だ。黒いやつ。え、これくれるの？金ですよ、金。ありがとう。あ、これ回すやつ。あ、あ、そういうことね。金のやつをくれるの。ありがとう。はい、私このエコバッグをゲットしたんで、まあ、ガチャガチャしたやつこの中にやろう。あ、これやりたい。お金はね、このガチャガチャのあれに入れてやろう。ていうか撮影をしようと思って携帯を置いたらさ、この間に携帯が落ちました。恥ずかしすぎる。まあでも店員さんが優しかったね。笑いながら撮ってくれた。うわー、全然文句もあるじゃん。こっち、こっち行こう。あ、なんかあれ聞いた方がいいよ。ピックアップってるのに。どれ？なんか昔、うん、去年日本で、うん、スーパーウルトラブームを巻き落とし、これリング、そう、おにぎりリングって言って、3なんだけど、うん、え、面白そう。おにぎりの中に、うん、おにぎりの具の指輪が入ってるの。じゃあこれやろう。これ一発やろう。一時期買えなかったの。あ、そうなんだ。プロポーズ。じゃあもらった金のやつで。これすごい回しやすいよね。これここ限定だ、うん、ほら。え、あ、本当だ。アシャポンのデパートって書いてある。本当だ。あ、それも茶色おにぎりが売ってる。開けてみる。ケースがさ、何おにぎり、こっちか。あ、確認嫌いなんだけど。じゃあはめてみます。はめてみます。ちょっとサイズは変更してください。後で変更させ。なんか分かんない。ただの四角いやつなんですけど、なかなかサバが良かったね。で、だし巻き卵が良かった。分かりやすいじゃん。
まあ、こういうやつでした。でもかわいい、ケースもかわいくない、うん、ミニチュア、ミニチュア日本酒。ションどれがいいの？ちょっとホッ、待って、ホッピーいいね。あれね、スラップになってない？うん、ホッピーにしようか。あ、まあこれをとりあえずきなパパのお土産としてやります。これクボタがいいな。あ、全然知らないやつ、これでした。え、何にしようかな。どれやるの？信号機。後であそこにテーブルあるから。あ、じゃあ後でまとめて。いいよ。うん。これもやりたいんだ。あ、じゃあ、はい、食券もやってください。え、これ面白そうじゃん。だってボタンでしょ？うん。売り切れボタンが光るらしい。これ、すごいな。でも、ションくんあんな体でかいから分かりにくいけど、5歳です、まだ。何の券だった？あ、日替わり定食。これだ。うん。いつの間にいろいろやってたの、一人で。それ手のひらサイズ PC。いいですか？銀のやつ使ってちゃんと。忘れてた。コロナ対策です。ああ、もう。忘れてる、そんな。はい。銀のやつ。ちょっとね、外のカフェみたいなところに行きました。とりあえずこれぐらいと、こっちにはこれぐらいと、妖怪ウォッチ。なにこれ。何ですかこれ。よくようち博士でもわからないもの。うん、持ってあるよ。ピンポンできるやつ、うん、日替わり定食ってのが面白い。はい、押して。売り切れ、売り切れになりました。枝豆切れ、枝豆。テレビです。いつやったの？あ、これ楽しいじゃない。ゾウが欲しかったね。そう、ゾウが欲しかったの。ゾウさん出ろ。いきます。はい。うわ、あ、出た。出た。よかったじゃん。いいよ。これショーに似てる？似てる。体と見て、今日ゾウ色してるし。似てる。似てるじゃん。似てる。あとこれはあれじゃない？お土産じゃない？エコバッグ。あ、そう、そうです。前ね、あの YouTube でコストコ行った時に連れてってくれた人にお土産です。私のおばちゃんです。あ、そう、それ、あ、じゃあニンニク。これ開けて。いいよ。あ、やわらぎじゃなかった。親子だ。メンマかご飯ですよか、ザーサイが欲しい。妖怪ウォッチ欲しいわ。妖怪ウォッチ出るかな。開けますか。これ？これ。可愛くない。はい。これは私が買ったやつね。そう。他にはショックのない。ティム。いらない。それはキナママへの。キナママへの。キナママキムチの素好きそうで。水筒とか入れるとちょうどいい。うん、メジャーが。ミシルになってるらしい。可愛くない。あ、メジャーテープも可愛いね。あと海賊の普通にこれ取れるよね。可愛い、すごい可愛い。はい、ということで、じゃあね、日本のガチャガチャいろいろ進化しててびっくりしましたね。超夢中で遊んでるけど。
ってことで、じゃあね、チャンネル登録と高評価忘れずにお願いします。じゃあ日本からの Vlog でした。バイバーイ。バイバーイ。バイバイ。